はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。もうね、ほんとね、6、朝の6時ぐらいまでね、2匹ともね、暴れ回ってたんですけど、このお二人様。はい。えー、今、すやすや寝ております。はい。まあ、なんと言いますかね。皆さん。はい。えー、今日もね、なんか、すごくね、えー、まあ、知ってるとね、ああ、っていうニュースがね、 いっぱい出てるんですけど、えー、まあ、それはちょっと置いときます。はい。えー、後でね、午後にもう一回雑談あげたいと思います。このことについては。はい。えー、実はですね、えー、皆さんに、まあ、緊急にね、ちょっとお知らせしたいことがありまして、これね、えー、後でメンバーさんにもちょっともうちょっと詳しくお伝えしたいと思います。はい。えーとですね、何がかと言いますと、イギリスです。はい。イギリスで、 イギリスの方がね、動画を上げてました。今のスーパーマーケットの状態がどうであるか。野菜ないですね。はい。えー、まあ、ない野菜はたいあのー、温室栽培が必要な野菜です。はい。えー、レタス、トマト、キュウリなどがありません。消えてます。 で、えー、その他の野菜も非常に品不足で、お一人様ね、野菜三つしか買えないと。はい。えー、三つですね。あの、野菜、まあ、あ株だったら株、まあね、えー、キャベツだったらキャベツ、ニンジンだったらニンジンと、お一人様三つしか買えませんという購入制限が出てきてます。これね、 えー、イギリスに住んでらっしゃる方が取材してました。はい。えー、まあね、この理由についてなんですけど、あのー、野菜がね、えー、まあ、あのー、イギリスの場合、こういったね、暖かい地方の野菜っていうのは大体ね、えー、輸入してることが多いんでね、えーいわ、いわゆるブレグジットがね、えー 外れちゃったおかげでね、輸入の手続きがね、えー、ちょっと困っててこうなってるんじゃないかみたいなこと言ってたんですけど、実はそうでもないんですよ。はい。えー、私、あの、スペインなんですけどね、えー、ロークロさんスペインに住んでて、ロークロさんが実態話してますけど、スペインでも大変です。似たようなことが起きてます。ということはですよ、生産できてないってことなんですよ。つまりは。はい。もう去年のね、 はい。去年の、えー、まあ、夏ぐらいの時点で、肥料ですね。こちらの生産がストップしてますので、えー、もちろんね、温室栽培とか水耕栽培ですね。こうしたものの野菜っていうのは肥料を使います。はい。えー、まあ、あなんていうのかな。液体肥料ですね。液肥。使います。はい。えー、なのでね。 えー、肥料ができないっていうことはどういうことか、もう一度皆さん考えてくださいませということです。はい。えー、まあ、イギリスのスーパーでね、野菜がほぼほぼ手に入らなくなっていると、はい。えー、まあ、あ、購入制限がついてしまってるということですね。で、買えたとしても、もうめちゃくちゃ高い値段になってるみたいです。はい。えー、まあ、なんというかかんというかですけど、これ日本でもそのうち起こります。 はい、えー。そのうち起こります、えー。なぜなら肥料がないからです。で、日本ね、肥料なくたって育てられるじゃんっていうのは、あ家庭菜園の場合です。えー、流通するしてるね、スーパーに並ぶ野菜ですね。いわゆる JA ですね。企画がありまして、えー、虫を食ってる野菜とか、 ああ、まあ、なんていうのかな。形が一定の範囲内に収まってないものは、売り物になりません。はい。売れないんですよ、スーパーで。売っちゃいけないんですよ。はい。まあ、道の駅なんかでは売ってますからね。道の駅なんかでは、あ,あるところなんかはね、えー、手に入ると思います、そういう野菜も。はい。しかしですね、えー、都市部に住んでて、 まあ、スーパーに頼っている。はい。そういった生活をしている方は、ああ、今後ね。はい。これ半年ぐらい先のことかもしれないですけど、こういう事態が日本でも起きてきます。はい。えー、私が何を言いたいか、もう大体わかりますよね。はい。えー、家庭菜園でございます。はい。えー、皆さんね、あのー、 ベランダのある方はベランダでね、ええー、まあ、あ、プランターを置いて栽培しましょう。そしてね、キッチンで栽培してる方、水耕栽培の方は、液肥ですね、液肥。はい、液体肥料です。液肥を買っておいてください。多分ね、もうなくなります、そのうちに。はい。えー、これもどのくらい在庫が持つかですね。在庫がある分は売るでしょうけど、なくなったらなくなります。 はい。なので、えー、まあ、キッチン栽培で水耕をやってる方は、多めに液肥を、はい、液体肥料をね、えー、購入しておいてください。はい。よろしくお願いします。えー、そういうわけなんでね、もう作ってないんですよ。結局、その肥料をね、えー。作ってるところもあるんですけど、それは、ああ、ね。 それはあ、あの、西側ではないのでえ、西側には入ってきません。はい、えー。横流ししてね、高いお金で横流しっていうことは考えられますけど、まあ、生産コストがね、えー、かかるんで、えー、日本でそれがやられるかどうかはわかりません。そういう状態でございます。 なので、皆さんね、きちんと自分で、えー、自宅でね、野菜、育ててください。はい、えー。野菜なんか必要ないじゃんっていう方は、まあ結構です。あのー、サプリメントをね、とってください。<laughs> はい、サプリメントですね。あの、ビタミン類です。はい、えー。人間ね、野菜食べないとね、ダメなんですよ、どうしても。で、野草で、ね、大丈夫だっていう方、はい、あのー、 森林の近くとかね、えー、林の中とか、まあ、本当に田舎に住んでる方はそれでいいと思います。しかしですね、都市部に住んでる方、はい、えー、まあ,あ、は、それは考え甘いです。はい、都市部に住んでる方で周りにね、えー、そういったあ、まあ、広いね、まあ、広大なね、林とか森とかがない限りは無理です。はい。 えー、戦時中のことを考えましょう。まあ戦時中って言ってもまあ戦後ですね。はい。えー、雑草もなくなりました。みんな取るからです。はい。でもね、まあ、この今の時代でね、えー、雑草がなくなるか、もしくは人が消えるのが早いかです。はい。どっちにしろ、まあ、まあ人が消え、 消えればね、消えればって言ったら変な言い方なんですけど、消えちゃったりしたり、場合は雑草も食べる人が少なくなるんで、食べられるとは思いますけど、でも雑草を食べるっていう考え方もいいですけど、都市部の人はちょっと、それはあ、考えは甘いと思います。はい。えー、まあ、田舎の人は大丈夫だと思いますけど。はいあ。まあね、あの、そんなに人住んでないのでね、田舎は。 そういうことでございます。あのー、イギリスでね、野菜。これがスーパーから消えてます。で、購入制限がつけられてい,ています。そのうちにやってきます。簡単です。肥料を作ってないからです。世界的に不足してます。日本でも同じです。はい。えー、肥料泥棒があ農家の間で横行してます。 こういう、あの、事実を鑑みてね、えー、皆さん、各自対策してください。よろしくお願いいたします。そして、水耕栽培の方は、お早めにね、液体肥料買っておいてください。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。